ファーです。そうです。日本男子ツアーの賞金王だったあの方ですね。そうなんです、まあ、学生時代もねずっと一緒にやらせていただいて、はい、もうプロになってもずっと背中を追って、もう本当に偉大な先輩です。それでは今週のゲストをお呼びいたします。伊沢俊光プロです。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プロゴルファー伊沢俊光、2001年のマスターズで4位タイに入る活躍を見せると、その年男子ツアー歴代最高額で賞金王を獲得。ツアー通算16勝、キングオブスイングと謳われるレジェンドが新勢に初登場です。僕が最初会ったのが多分僕もね中学生入るぐらいだと思うんですよね。もうその時から伊沢さんはもう僕より全然こういろんな意味で上でずっと見てました。戦ってたわけでしょ。やってました。戦わさせて、はい、スイングはいいでしょ、はい、もうだからかっこいいんですよ全てはゴルフが。見てて本当に気持ちいい。もうゴルフは今もそうですけどね。ゴルフの神髄特別ルール、1ホールずつポイントが定められており、そのホールの勝者が獲得。3ホール終了しポイントの一番高い人が勝者となります。1ホールにトップが2人以上いる場合ポイント獲得者はなし、キャリーオーバーはありません。渡辺さんはプロと同じティーからプレーするので 0.5 ストロークのハンディがもらえます。スコアが同じ場合渡辺さんのポイントとなります。またパー3にはニアピンポイントとしてポイント獲得のチャンスがあります。それでは伊沢プロ、意気込みを聞かせてください、はい、そうですね、まあ勝負はありますけども、まあ、楽しくプレーさせていただけたらいいかなと思いますけどね。はい、はい、そうですね。伊沢さんは本当に、まあ、パーマンにもね本当キングオブスイングって言われたり、まあ、いろんな人が伊沢さんのスイングをこう真似してパーマンで言ってた、うん、てたのでね、まあ、今日存分に見ていただきたいですね。番組はハイクオリティポピュラー系の千葉県ゴルフファイブカントリーオークビレッジよりお送りいたします。3番ホール547ヤード左ドッグレッグのパー5、左サイドは OB が浅いのでティー、セカンドともにきっかけは禁物。アンジュレーションが強いグリーンへのショットは落としどころが重要です。今週はどんな戦いとなるのか、ティーショットは伊沢俊光プロから。すいません伊沢さん、スタート前何球打ってきたんですか。今いきなり来ました。すげえ。さすがですね。いきなりですね。伊沢プロ、出だしからエンジン全開、キングオブスイングは健在です。続いて渡辺さん。あら、やっぱり伊沢さんのいい球を見たらタイミング早くなりますよね。なるよな。わかりますあるんですよ。カポリプロお願いします。ワンタッチあって僕次だったら確実に曲がってたな。ラストは深堀プロ。ほらー、ナイスショットです。ほらー、まあ、すごい伊沢さんとかいいっすね、アングルが。伊沢さんの見たからちょっとだけ頑張りましょう。伊沢プロナイスショットでした。 ありがとうございます。すごいな。綺麗な弾道でしたね。いい球でしょ。はい、うん、飛距離とかってのはいろいろねありますけど、いい球、ドライバーももちろんアイアンもうまいんですけど、はい、ショートゲームがまた抜群にうまくて、そうですね、そういう印象ね。好きだったでしょ。まあそうですね、まあ、スコアメイクはねやっぱり100ヤード以内グリーン周りだったりグリーン上が勝負ですからね。昔はさ、はい、学校の土の校庭にボール並べてましたね。そんなエピソードも学校、そうね、ありましたね、そんなこともね。そしたら3オン難しいな、上がんねえだろうなこれな。右サイドのラフから渡辺さん、つま先上がり左足下がり、ボールが沈んでいる難しい状況ですが、いやに一人いかねえな。左行くと思って右見たら右行っちゃった、そのまんま。同じく右サイドのラフから深堀プロ。思っ
ったよね。ちょっと重たかったな、ラフが。どん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 、よかった、OK、うん、大丈夫、ナイスショットです。よかった、縦ドロップで。伊沢プロのセカンドショット、ピンまでは247ヤード。果たして2オンなるか。ノルマは乗ったけど、どうなんでしょうね。25m のイーグルパットかもしれません。でもナイスショット。ナイスショットです。スタートホールでね、コース知らないで打つって結構難しいんですよね。初めて回るコースで見事なショット。ツーオンに成功です。続いて渡辺さんのサードショット。やっぱラフ最後にね、左足下がりでラフで、もしかしたらそこの1本も、ね、まあね、ちょっとね、入ったんでしょうね、うん、スタートホール思い通りのプレーができず苦しむ渡辺さん。最悪だな。4打目もうまくヒットすることができず、5打目でなんとかグリーンを捉えるも時すでに遅し。おお、入んないね。すみません、ギブアップさせてください。はい、もう通報されてるんで私にお任せくださいと言いませんけど、はい、はい、このホール2人の戦いで、はい、91キャリーだったらな、3度で飛ばしゃいいんだけど。あれ、伊沢さんも結構ピンのラインまで行ってるんだな。伊沢プロが通報しているだけに、ここはバーディーチャンスにつけたい。あら、引っかかっちゃった、やっぱり。いい感じだけど。スローが帰ってこい。うん、あれ、うん、ちょっと大きいかな。ちょっと大きいですね。ねえ。わかるんですね。俺たち行ってみなきゃわかんない。そうですね。確実に大きいな。相手は、もう4確実と思っていいところなんで。スラップはかなり、ほぼ、うん。入れるしかないですね。上げるんだ。上げて。うまい。落としましょう、いい感じですけど。ナイス。ありがとうございます。いや、本当全くのアプローチが意味のないような。いや、あんなに止まるんですね。じゃあ一応緊張するんでマークしていきます。深堀プロ、見事なロブショットでパーセーブ濃厚化。伊沢プロのパッティングを待ちます。伊沢プロ、イーグルパットですけどいかがでしょうか。はい、まあそうですね、ライン的にあんま優しくないですけど、まあ頑張って狙っていきます。はい、どこって下ってんのかな。さあ、伊沢プロ、スタートホールからいきなりイーグルなるか。うわ、来た来た来た。ナイスパット。あんなに曲がるんだ。向こうに行くんだ。ナイスパットですけど、はい、仕留めていただいていいですか。はい、仕留めていただいて。イーグルは逃しましたが、沈めて10ポイントゲットです。あれ、まさかの、まさかの OK でございます。 OK ですか、はい、すいません、ありがとうございます。ここね、はい、アミちゃん、はい、傾斜がね、はい、読みにくいんですよ。ガボリプロ、沈めてブレイク。ブレイクです。そうか、ふっくらですね。ちょっと切れましたね、思ったよりね。歴代この後、知られざる賞金王のエピソードがさらに伊沢プロのスイング解説は必見です。パー3、大台グリーンのためティーショットでグリーンを捉えられないとアプローチが難しいホールです。ニアピン5ポイントは誰の手に。まずは伊沢プロ。ほわ、向かってるよピン。いい球打つな、相変わらず。素晴らしい、はい、ありがとうございます。ナイスオンです。ドスンと音がする。おしゃれなフェードですね。シャレオツなフェード。近い、でも球がかっこいいでしょ。かっこいい。続いて渡辺さん、
捕まりますね。うわ左だ。止まった。めっちゃ左行ってる。木のね音がしましたけど。どっちに跳ねたかですね。左サイドのラフ、かなり厳しい状況です。さあ深堀プロ、伊沢プロより内側につけられるか。おお。これもいい。でも質が違うなこれ。うん、ナイソン。ありがとうございます。ナイソンでーす。質が違うよね。やっぱウッドとアイアンの板だ。それではニアピンの発表をします、はい、3m28 と3m10 で深堀プロが獲得です。ありがとうございます。もう質問全く違いましたけどね、はい、ウッドタイムアイアンの板とありがとうございます。おめでとうございます。すごい質の違いありましたけど、シューどうよこれ。いやハイレベルですね。男子ツアー年間獲得賞金歴代1位、2億超えの賞金をいただいたそうで、この時って何に使うんですか？もう2億あれば何でもできるじゃないですか。まあそうですね、まあ、私はその、まあ、今もそうですけど、まあ、比較的車が好きだったので、お、まあ、その時自分のご褒美で、はい、ちょっとスーパーカーを購入いたしました。ちなみにおいくらですか？ですね、3300万でしたけど、ね、家買えるすごい。あの伊沢さんが2億円行った時に、はい、僕の記憶が間違ってなければ日本シリーズ最終日一緒に待ってもらったんですよ。で私個人的な話で申し訳ないですけど、最終日の残り11ホールかな、はい、残して4打差離したトップだったんですよ、はい、そこから究極なブレーキがかかりまして、はい、大失速で4位ぐらい負けたんですよね。でそれで伊沢さんが2億走ってったっていう記憶が、それは伊沢さんが何やってんの伊沢利光っていうミスを連発でしたんですよ、はい、覚えてるか分かんないですけど、まあ、言ったりしましたね、9番と10番で、僕びっくりしちゃったんですよ、はい、それから急になんかあららららっておかしくなってきて急にガガガガってなって宮本にさらわれちゃったんですよ。やっぱり名前にやられましたね。いやーすごいですね、うわー下くぐっちゃいそう。かなり厳しいアプローチです、ね、これはでも乗ればいいですよね。乗ればよしでしょう ね、4を取れるような考えでいかないと。ショートだけ下げたいですね。そうですね。ああ届かない。ショートが。ああ届かなかった。でも次まで3段目だもんね。はい。0.5 ありますか2時半で。ああそっかそっか、はい。入れれば 2.5 になりますから。おこれはうまかったな。もうちょっと飛ぶと逆に戻れ戻れ。これはスマートスタイル。ね、伊沢プロのバーディーパット。先に沈めて深堀プロにプレッシャーをかけられるか。お来た。これ。あれ。右曲がりました最後。OK でございますけど、はい、惜しくもバーディーならず。伊沢プロはパーでホールアウト。よし途中でも出だしはフックなんだよ。分からない。沈めればさらに10ポイント追加です。深堀プロバーディーパット。やっぱりそうか。ブレイクか。そう甘くない。はい、ブレイクでーす。ああ、ちょっとね、読みにくいね。ちょっと微妙な傾斜がありますね。ちょっとね。今回はキングオブスイングと言われる伊沢プロのスイングを徹底解説してもらいます。はい。今回はですねティーグラウンドに今います。で持っていただいているクラブは3アイアンですよね。そうですね、まあ、今3アイアンを使う方ってねなかなかいなくなってきてるんですが、はい、まあ、それは今でも打てるっていうのはやはりちゃんとしたスイングスピードいろんなものが備わってるから打てると思うんですが、まず伊沢スイングを一度見せていただいて、はい、いいですか。はい、
です。ありがとうございます。なかなかまずその3アイアンっていうのはロフトが立ってる、まあはい、ソールも薄いですから、はい、まあ、一般アマチュアも今プロゴルファーでも正直打てる人はほとんど、まあ、だいぶ、まあ、入れてない選手多いですからね、高いスキルが必要とされる3アイアン、打ちこなすためのポイントとは。こういう番手になってくるとやっぱどうしてもヘッドスピードがないと、まあ、基本的にはプロでも結構厳しいので、それとやはりですね、やっぱりしっかり芯に当てていくスイングをしなきゃいけないんですけど、やっぱりそのためにはスイングの軸がですね、やっぱり上下左右なるべく少なくスイングしていかないとなかなか芯には当たらないですよね。スイングスピードっていうものと軸ってしっかりされるときに、はい、どの辺を特に気をつけてその辺のショートアイアンとの差っていうのは感じてるところあるんですか。やっぱりショートアイアンですと体重配分、50-50 ぐらいですけど、はい、やっぱり長い番手、まあ、3番手とかドライバーでしたら、まあ、右体重6左体重4、やっぱり少し若干上げる状態をアドレスの段階で作っておきながら、あとはスイングのイメージは同じです。体重の位置を少し変えるっていうことで、はい、あとスイングスピードを上げるっていう時にどうしてもこう腕に力が入って、はいはい、こうスイングスピードを上げるというよりもただの力みで終わってしまうと思うんですけど、その辺はどういうふうに意識されて、その辺は。そうですね、やっぱり体の回転に手がこうついてきますから、手を早く振るんじゃなくてやっぱ体の回転を早くして、どうしてもやっぱりこう難しいっていうイメージも多少あるんで、そうするとどうしてもしっかりこう握って打ちたくなったんですけど、ショートアイアンよりどちらかというと力が入らないのを意識してからテイクバックに。なるほど、緩めといて、あ、そちらはやっぱスイングがすごくこうしやすくなる。そうですね、硬くなるとね、どうしてもこう詰まって抜ける場所がなくなってきてしまうってことがあるんでしょうけど、基本的にはやっぱりアドレスで力が入りすぎちゃうと、そうですね、ミスする確率が高くなるんで、なるべくアドレスはどっしり軽めみたいな感じ。どっしり軽め、はい、アドレスのイメージはどっしり軽め。さらに伊沢プロからアドバイスが。最後のフィニッシュの振り切りですね。しっかりここまでまず振り切るということが大切なんで、どうしてもまあ難しかったり、狭いホール来るとこう合わせたくなっちゃうんですけど、そうではなくてやっぱり最後までしっかり振り切るということが大事。これ日常の練習から気をつけてやっとくことですか。そうですね、私も普段の練習も必ず最後までしっかり振り切るっていうのを意識しながら練習してます。はい、アミちゃん、そういうことですね、まあ、当たんないからってあーってやめちゃうんじゃなくて、いつも最後までしっかり振るっていうことがやはりいいショットを迎え行くことができる可能性が高いということです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、これは結構このあとゴルフ5カントリーオークビレッジの名物ホール、果たして勝つのは誰か。ティーショットはまっすぐ浮島を狙うか、左サイドから攻めるか、ルートは2通り。グリーンは池に向かって下っているので、セカンドショットのスピンコントロールがポイントです。5ポイントリードの深堀プロはスプーンでのティーショット。うん、ナイス、完璧ですね。いやー、うまくいった。これね、うん、わー、すごい、ナイスショットです。うまくいった。はい、じゃあそれでは伊沢プロお願いします。伊沢プロはクリークを選択。おお、ないんだし、コントロールしてもねえな。うん、うん、ナイスショットです。行ってきます。質が違った、質が。渡辺さんはドライバーで挑みます。うん、ナイスショットですね、これ。渡辺さん、よし、素晴らしい。いやー、成功した、うまくいった。本当、バクバクするね、これ。嫌ですよね。ナイス、3人ともちゃんと、すげえ。でセカンドも難しいですね、手前で。ティーグラウンドとちょっと傾きが違いますよね。ねえ、ちょっと今左から上げる、こういう感じ。ティーグラウンドの時はこう追い気味にあったんです、左から。うん、感じはいいけど。おお、ナイス、ナイスです。よし、いや、ギリギリだった。
やっぱインパクトのサウンド良かったですね、音がバーンと、綺麗な音でした、ね、いい音だった。どうするかな、これは多く分かるように結構傾斜してるんで普通は戻ってくるはずな感じです。悩んでますね。ちょうどね間の距離なんですよ。よし、もう決めていきます、ピッチング、はい、はい、お願いします。悩んだ末ピッチングを選んだ伊沢プロ、さあバーディーチャンスにつけられるか。うわー、まあ、さあそこからスピンで右に落ちてこい。あら、来い来い来い、ほら来ました伊沢さん、おーすげー、来い、そこまで、あーあんなもんですか。狙いはでもね、手前がやっぱり ね手前池なんでね、もうちょっと戻ると思ったけど、左サイドのラフから深堀プロのセカンドショット、勝負の行方を占う大事な一打。あら左だ、あの、うん、あんまり深く掘らないでいいですもうイメージできた、これで入れられちゃうともうプレッシャーなんだ。そうですね、渡辺さんの方が距離はありますが当然狙っていきます。バーディーパットなーして弱いのよ深堀さん、一応先失礼します。はいはい、はい、パーです。いやー深堀さん普通のパー、伊沢さんも結構下りですねやっぱりね。ですね。真剣だよ。勝つためには決めるしかない伊沢プロ。果たして。あ、来た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 。ほら。ナイスバーディー。ありがとうございます。三ホールに1回ですよこれ。すっげえ。ナイスバーディーです。ありがとうございます。すごいな。すごい。さあ渡辺さん。渡辺さん入れれば勝ちですから。そう、はい、そう入れれば勝ちなんですね。簡単に言えばね。渡辺さんはハンディがあるので沈めれば勝利です。ああ曲がった。登りきらないか。ナイスバーディーでした。はい、どうもありがとうございました。伊沢プロの勝利です。ナイスバーディーでした。どうもありがとうございました。嬉しい、ありがとうございます。今回は稲村伊沢で、次回も伊沢利光プロがゲストで参戦。